はい、それじゃあね、今回は四角6番、免疫、生体防御のところの括弧14番ね、まあ、ここの範囲の一番最後ですね、やっていきましょう。はい。まあ、前回ね、言ったんですけど、どんなことやるかっていうのね。まあ、今回やるのは、エイズですね。エイズ。ね。なんか似たような名前で SARS とかありますけどね。あ、SARS じゃないですよ。エイズね。エイズ。ね。エイズは、ね、これ、日本語で言うと、後天性。免疫不全症候群って言います。症候群はい、後天性免疫不全症候群。まあなんかリズムいいですけど覚えにくいですよね。はい、こいつで、これは HIV っていうねウイルスによって発症します。まあ、聞いたことあるでしょ、この辺は。ね。保健体育とかでもやりますよね、この辺ね。ここまでは。ね。で、こっから先ですよ。こっから先は生物ね。はい。HIV の増殖、ね。増殖方法、どうやって増殖するんかなっていうと、まず、ヘルパー T 細胞に結合するんですね。はい。ヘルパー T 細胞に結合します。で、HIV ってね、遺伝子が RNA なんですね。遺伝子 RNA ね。まあ、ゲノムが RNA ってことですね。はい、遺伝子 RNA と逆転射酵素出た。逆転射酵素 ね RNA ウイルスはもうね、逆転射酵素ね、転射酵素持ってるやつ多いですね。特にこの入試とかで出てくるやつはね、逆転射酵素ってことは、これレトロウイルスですよね。逆転射酵素を寄生した細胞内に入れます。要はヘルパー T 細胞の中に自分のゲノムと逆転射酵素をぶち込むんですね。で、その後細胞内の物質から2本差 RNA を、ね、2本差 DNA ですね、DNA を作りますと、ね。まあ、これ逆転射酵素でまずね、これ自分の RNA があるじゃないですか。メッセンジャー RNA が、ね、メッセンジャー RNA じゃない、 RNA、 ゲノムの RNA があるじゃないですか。で、これに対して逆転射酵素で双方的な DNA 差を1本差を合成するんですね。で、その合成した後に DNA ね、 DNA 合成して、で、この1本差に対して、この1本差に対して宿主内ね、寄生した相手の、寄生というか感染した相手の DNA ポリメラーゼを使ってこうやって2本差 DNA にするんですね。 OK ですか。はい、こういうことをするわけです。で、2本差 DNA を合成して、で、細胞内に丸3で合成され、丸3でウーですね、ウーで合成された DNA、 ウーに変えておいてください、これウーね、ウーで合成された DNA を組み込むというわけですね。で、その後細胞内物質から RNA やタンパク質が作られるわけですね。そのね、作った DNA を元にね、そいつから転写翻訳してね、転写して RNA 作って翻訳してタンパク質作るんですね。で、細胞膜を取り込み、膜を取り込み、細胞を破壊して数多くの HIV が飛び出してくるってことですね。はい、で、その様子がね、右側に A で書いてありますね。まあ、そんな風になってるわけですね。で、この、こいつね、ヘルパー T 細胞には自分のゲノムをぶち込んでってすることですか、するわけですから、ヘルパー T 細胞ね、それによって、もうボロボロですよね。しかもこんな風に食い破られて外に出ていっちゃうわけですから、もうヘルパー T 細胞ボロボロ。ね。で、この HIV の特徴としては、このヘルパー T 細胞ですね。T 細胞と特異的に結合するわけですね。なんか前言ったじゃないですか、ウイルスは結合できる相手がなんか決まったりするんですよっていう、ね。で、この HIV っていうのはヘルパー T 細胞だけにね、もう集中的にひっついていくんですね。恐ろしいですね。で、この恐ろしい HIV によってヘルパー T 細胞がボロボロにされると。で、HIV の特徴としては、これね、RNA を遺伝子として持って、しかも逆転射酵素を持ってますからね、これはレトロウイルスですね。ね。で、表面のこいつね、こいつって RNA ってね、
不安定ですよって言ったじゃないですか、科学的に。なのでゲノム自体がコロ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 変わっちゃうんですね。なのでそれによってそのゲノムを元に作られる糖タンパク質、のあのいらんか糖タンパク質の突然変異のスピードが非常に速いわけですね。はい、 OK ですか。で次、HIV、エイズの症状か、エイズの症状いきますね。ここまで大丈夫ですか。で次いきますよ。はい、エイズの症状、エイズの症状としては、まあ、ヘルパー T 細胞ボロボロにされるわけですから、ヘルパー T 細胞減りますよね。 T 細胞減りますね。でヘルパー T 細胞が減るってことは、ヘルパー T 細胞ってね、こいつ獲得免疫の要だったじゃないですか。なのでこいつがいなくなっちゃうと、獲得免疫ね、細胞性免疫とか体液性免疫が機能しなくなってくるんですね、はい、体液性免疫、細胞性免疫が機能しなくなり、通常ならね発病しない、なんかこう菌とかでね発病するやつなんですけど、その普通はね菌はこうブロックしてるんですね、抗原としてみなして破壊してるんですけど、それができなくなって カンジダ症とか、とかカリニ肺炎っていうような、まあ、菌カビによってね発症するような病気を発症してしまうわけですね。で発症して死亡しちゃうと、まあこういうのはね日和見感染って言います。ああ日和見感染、でこのエイズね、治療する方法、まあ、一応ねあるんですけど、一応ねあるので、治療する方法としては、突然変異が、ね、先ほど言ったね通り突然変異が早いわけですね。 突然変異が早いため、ね、免疫記憶が成立しない。要は抗原となるね、抗原、抗原、ここが抗原だっていうふうなね、このマークになるところがコロ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 変わっちゃうからね。ね、HIV に対してね、君を記憶したぞと思ったらね、こう次会った瞬間はね別人に変わってるんですね。そのせいで免疫記憶が成立しないんですね、はい、なのでワクチン療法は効果がないわけですよ。わけですね。で従って投薬治療がね進められてると。で薬の種類としては、逆転射酵素がなかったらね細胞内で触れないですから、逆転射酵素の阻害剤とか、まあこれ人間には別に害ないですしね、人間逆転射酵素使わないですからね、逆転射酵素阻害剤とか、まああとはねタンパクタンパク質分解阻害剤とか、
ね、これはウイルスが入ってくるときに分解するんですけど、それを阻害するってことですね。はい、タンパク質を分解するんですけど、それを阻害する。で、あとは糖タンパク質、糖タンパク質結合、阻害剤ね。ラストでね、水で言うとね、丸6番のところで、ね、糖タンパク質とかこうひっついたりするんですけど、そこのところを阻害するってことですね。はい、ことをして、まあ、HIV のウイルスがね、増えないようにしてるということですね。はい、OK でしょうか。それではね、今回の授業はこれで終わりで、まあ、これで免疫も終わりで、今回のこれだけは、この HIV が感染する相手がヘルパー T 細胞であること。ね、それによって獲得免疫がズタボロにされてしまうっていうね、そういうことはね、しっかりと押さえててもらえばいいかなと思います。はい、それではね、次回からは話の内容が変わって、四角7番排出のお話をやっていきます。やっていく内容は次回は42ページの括弧1番排出器官による分類っていうとこからやっていきます。はい、それではね、次の動画へどうぞ。